地図赤市藩舞子ダイバーとは、兵庫県神戸市たるみ区の舞子公園にある、砲台跡、舞子砲台跡と,とも、国の史跡に指定されている。背景は、赤市海峡大橋と淡路島幕末の文久三年、将軍、徳川家持による、大阪湾の解剖状況視察の際に、砲台拡充の爆名を受けた赤市城主、松平慶則によりにより築造された。工事は、 かつ改修の設計、葬式、設備担当は、幕市、佐藤智之助、思考は、赤市藩で、他神戸海軍総連署等の協力による。竣工は1865年。建設の目的は、淡路東北端の徳島藩松穂ダイバートと対に、なって両岸から、赤市海峡を通過する黒船を攻撃することで、あったが、一度も使用されることはなく、現在に至っている。 当時の一般的な台場は上部が土盛り形式であった。しかし東台場は総石が木造りである。半星型両方で幅約70メートル、高さ約10メートルという規模で建設されるも明治時代末の火災により上部が撤去されたため高さ6メートルとなった。二千三年から二千四年の発掘調査で全容を確認できたが保存のため埋め戻されたため現在は 台場の一部と石垣の一部が地表に露出しているだけである。ありがとうございます。